一番は漫画です。二番はアニメです。漫画、アニメ。アニメという言葉は英語のアニメーションの略語です。日本の漫画とアニメは海外でとても人気です。 子どもから大人まで漫画とアニメは一種の娯楽として世界中の人々を楽しませています日本の漫画とアニメはたくさんのジャンルがありますいくつか漫画のジャンルを紹介します学園漫画 SF 漫画ホラー漫画恋愛漫画スポーツ漫画 料理漫画、推理漫画などのジャンルがあります。アニメもこのようなジャンルがあります。現在、人気漫画作品を原作とするアニメ作品は多いです。漫画は絵とセリフによってできた物語を読んでいくものであり、動詞は読む。 を使います漫画を読むアニメは画像とセリフによってできた物語を見ていくものであり動詞は見るを使いますアニメを見る三番と四番は テレビドラマと番組です。両方ともテレビに関連する名詞です。テレビドラマは簡単にドラマとも言います。テレビジョンドラマという意味です。日本のテレビドラマ、韓国のテレビドラマ、 アメリカのテレビドラマ。番組はテレビ番組とも言います。TV プログラムという意味です。動詞は見るを使います。例えば、テレビドラマを見る。 番組を見るでは一つ質問を出します聞いてくださいみなさん昨日テレビドラマを見ましたか答えてください 私の答えは。昨日、私は。テレビドラマを。見ませんでした。五番は。果物。です。果物。果物。第九課で。いくつかの果物を紹介しましたね。りんご。 みかんなし今回は他の果物の名前を紹介します。いちごいちごオレンジオレンジスイカ 追加。バナナバナナ皆さんどの果物が好きですか